いやね、もう長年の謎であったね。226事件で暗殺された最後の一人が分かって、私はすっきりしたんだけど、名前忘れちゃった。なんだっけ、あれえ、さっき調べたのに、そのためにパソコン借りたのに、なんだっけ名前忘れたわ。515事件で誰が暗殺されたか知ってる？多分聞いたことあると思うんだけど、犬飼剛っていう人が殺されたの。犬飼剛、僕ね、夢に餌やりたいから。犬に餌やりたいって言うんだ。犬飼剛とかは総理大臣だから殺されたもんね。で、その時って大体首相が殺されるんだけど、首相が岡田圭佑っていう人で、岡田圭佑と間違えられて松尾伝蔵っていう人がね、殺されてるの。そう、人違いで殺しちゃったの首相と間違えて。なんでガン見してんの、かんねえでも岡田圭佑が誰か知りたい？キティちゃんついてるって思った。そこめっちゃ見てたよ今。マジでこれ毎日食べても飽きない、美味しい。もうドンキで買ったこのイカが美味しい。カンちゃんと昨日から食べてます。美味しいよ、美味しいんだけどね、辛いんよ。辛いっていうか味が濃い、めちゃめちゃ濃い。あー、渡辺丈太郎。これ車の中で食べようとしたら、秋に臭いって言われた。名古屋名物だって。あ、そうだ、あと昼やったこと、前髪を変えました。もうちょっと切っていいよね、前髪。前髪切ります。視聴者さんからいただいたこのスイカのピンで、夜ご飯まで副教科のまとめをします。いただきます。夕ご飯ですね。ちょっとね、さっきね、秋からね、新しい漫画を渡されてね、ちょっと誘惑にね、勝てずにね、見てしまったね。じゃあなんてこと。今日はね、館以外の人たちはね、みんなカラオケに行くそうです。行かないんだって。あ、行かないの、うん、なんで。なんか気が変わったって。あんまのジャピや。下にコンクリ埋まってるけどさ、そっか、抜けばいいのか。これに多分入ってねえ、テレビ貸して。あなたはなぜ竹馬を。今日はもうね、勉強頑張ったんでゲームします。今からはい、カラオケはやめてゲームをする。なのにスプラさしてくんない。ねえねえ、マイクラが止まらなくなってしまいました。いや、ちょっとね、ウーパールーパーのね、水槽を、ね、作るだけって言おうとしたらね、朝日のところが全然揃ってないわけ。土もないから土台が作れないの。あ、なんで重なって、逆にみんなのものでしょ、順番でしょ。頑張ったのに。だからなんだよ、貸してくれよ。何、頑張ったら貸してくれる制度。それいいね。何分までって決めて交代するたい。あちゃ、アロエを塗ります。膝に塗ると膝が真緑になる。いつか光合成できちゃうんじゃないかって思う、自分の体で。8時です。夜型人間の本気、こっからラストスパートをかけていきます。そろそろ模様替えしたら、これどうやって。ベッドを作る。ベッド動かせるの。動かせるよ。じゃあには気分を変えたくないです。じゃあ今やろっか。やだわ。そんなこと言ったら今したくなるじゃん。ダメダメダメ、やってよ。ダメ、ちょっと言ってみただけ。やって。やだやだ、やって。見てごな足。やって。片付いて、ここ、とか片付いたらしようか。じゃあ今片付ける。ひどいひどい。いや嘘、やめて。もうする気になったもん。
この並びが一番いい。やだやだ。何この人。何この人。やだやだ。いやいや成人だ。片付いたらしましょう。片付くから 今センディ今日やる。やーやるの。おかしいよテンションが。深夜テンションだもん。まだ10時なのに。どうなさいましたか。やばい、これがさ、上がるの動画に。はぁ、キモすぎる。やばい、そろそろ頭おかしくなっちゃう。ママカモン。今日は模様替えをします。部屋のイカ抱えて。見て、動物にしか見えないよ、イカ抱えて。もうカンちゃんはこっち系で行くってことですね。あの女子力とかじゃなくてもこっち系で行く。俺美容系 YouTuber やから。違うでしょ、イカくわえてる。今日はね、テスト勉強してたんだけど、ママがなんか急に模様替えしてあるんじゃないとか言ってきて、私はもうそれで模様替えする気満々になってしまったので、やります。今日って言ってないだよ。何回も言うけどさ。言ってないだよ。なんかガサガサ片付け始めてさ、これで片付いてるつもりらしいのよ。まあ気分転換ってことでね、このベッドをあっちに、壁際に誰か来ましたね。わんぱく娘がやってきましたね。よし、あ、自分だけほこり対策して。ほこり&すっぴん対策だ。パパ、それ終わったらちょっといいかな。なんで今日やるかね。なんかでも片付けとか模様替えってね、突然やりたくなるよね。それはまあわからんでもない。はい、机を持てい。はい。おお、もう無理無理無理。おお、動いた力持ち。きったな。うわ、なんか風船みたいなの。これ違う、のりな。見て、乾燥した。のり乾燥、縮んでる。カッピだよ、これ。カッピカッピ。いや、ここにあったんだ。ちょっと待って、写真撮りたい。奇跡の再会。なんかさ、いろいろ落ちてるよ、他にも。ちびら寝なもん。お手伝いっつってももうさ、寝る時間だよ。ちょっとまず高島に着替えない、あなた。何これ、どっから出てきた。何これ、1年生の時に描いた風景が。へー。です、パピー、ポッパイ、すいません、いいですか。ベボベボみたいなのない。ベッドをこっちにこう、あとピー、え、何、なんで今だろうね。もう寝るよ、俺。すげえ綺麗。こう入れると、え、じゃあ白い棚からする。
中棚はまずこっちに持ってきて、テーブル。カメラどうすんの、これ。カメラは here。違う。え？反対？うん。どうする、これこっちに来ない。こっちに机を持ってきましょうかね。ゴリゴリ引きずる。ゴリゴリ引きずる。入ります。あ、さあ、なんかコピー機がなんかここにあるのが嫌だな。 Why? なんか Why you think so? 部屋入ってすぐなんかごちゃってしてる。じゃあこっちに移動する。コピー機をどこにするか問題なんですよね。きたね。どうでしょうか、どうでしょうか、お気に召しましたでしょうか。ゆきです。はい、ベッド、机、棚。この人やる気ないな。めっちゃベッドに寝転がってるよ。やばくない？本当にどこだっけ。あー、かわいい、ゆきはみあ、入ってきた入ってきた。あ、ほんとだ。朝日と銀太がここでさっき話してたわ。なんか よだれつぶった、なんかよだれ垂らしてったの。机、棚。最悪。ファブリーズ。ファブリーズ。今前髪がパッカン。ファブリーズしなきゃ。今日は模様替えをした日の Vlog でした。すごく気分転換になりましたとさ。まあこれから夜な夜なねテスト勉強私はするんですけれども、ちょっとね絶対に夜中はね私一人起きてね動画を回すなんてことはありえないと思うので、ここで締めます。期末テストに向けてモチベが上がらない人とかいるかもしれませんが、まあ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 大事なテストなのでね、テストは勉強していけることに意味があるって毎回言ってるかな、言ってないかな。まあ勉強していけることに意味があるので頑張ってください。バイバイ、また見てねー。